かつての飛鳥橋と藤原橋の間に見晴らしの良い丘があります。甘かしの丘です。丘の上に登ると展望台があります。ここから眺める飛鳥村は、日本のふるさとを思い起こさせる風景が今なお残っています。丘の周辺には万葉集に詠まれた草や木が植えられ、季節の移ろいは私たちの心を和ませてくれます。展望台からもう一方を眺めると、大和三山、藤原橋、遠くは二条山まで望むことができます。丘のふもとには蘇我氏の邸宅跡とみられる遺跡が見つかっています。武器で防御した蘇我氏はこの丘に登り、常に周囲を見張っていたのかもしれませんね。